続きまして、あの市長の方から来年に向けてということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、初の試みなんですけれども、すみません、ちょっと鉄板と言われるかもしれませんが、先ほどお話した通りですね、今年は、まず市立松蔭高校の野球がですね、市民140人ほどですか、一緒に応援ツアーやりました。本当に市民総意でですね、市立松蔭高校を応援したいと、そういう機運の高まった1年であったと思うことと、あとはですね、大谷翔平さんが、ホームランを、それから MVP 取ったということで、ここまでお話すると分かるかと思いますが、来年はですね、さらに飛躍をしたいという意味を込めてですね、かけるという字を選ばさせていただきました。よろしくお願いします。ちょっと、まあ、はい。信号目線合わせていただけますか、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一文字に対する質問とか、もしあれば。来年、今年の感じ。来年に向けて。来年に向けてですね。はい、これ、まあ、翔雲の活躍と大谷翔平さんの活躍ということにかけてっていう、はい、まあ、それ以外にこのかけるという、そうですね、意味は、どういう思いがあるのか、ちょっと聞かせていただきます。コロナ以降ですね、少しこう、疲弊感が漂っている感じもしますので、今年はですね、だいぶ人とのこう、なんですかね、コミュニティも取れたと思いますが、さらにですね、それを飛躍させたいという意味合いです。前向きな、気持ちでいきたいと思います。